もうね、雨が本降りになってきたんでね、カッパ来ちゃいました。大好きなラムーに到着です。さあラムーでね、美味しい食材探してきますね。ここのスーパーめちゃくちゃ安いんですよね。安さが魅力のラムーです。ラムー到着です。さあラムーさんでね、お買い物してきました。おやつ買ってきましたね。おやつの方めちゃくちゃ美味しそうですよ。アメリカンドッグ、鶏の山賊焼きになりますね。案外でかいですよ。しかもこれ食べ応えありそうです。ラムーさんで有名なたこ焼きになりますね。これ一皿100円なんですよ。これ190何円で68円ぐらいだったかな。めちゃくちゃ安いでしょ。安いからね、ラムーさんを見つけると絶対にね買いすぎちゃいます。もうめちゃくちゃお得ですよ。おい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 、あずきちゃん、うまっ、あー白飯食いたい。めちゃくちゃうまいわ。この安さはないな。しかもね、中身ジューシー、パッカリンコ。ほら、これだけ入ってね100円なんですよ。ありえんでしょこれ。ほんといつも思うんですよね。この間なんかね、ここの近くのねキャンプ場の帰り8個買っちゃいましたから、8皿買っちゃいましたからね。もう800円分買ってもね、もう全然お得。中ね、ふっくらでね、外カリカリ。はい、こんにちは、あずきデラックスです。今日はね、京都の方に向かってますよ。京都にある笠木キャンプ場に向かってます。このね、笠木キャンプ場めちゃくちゃ人気があるキャンプ場らしいですよね。河川敷にあるフリーサイトのキャンプ場になるらしいです。あいにくの雨なんですけど楽しんできますよ。さあ頑張って運転してきます。わあ、桜がまた綺麗です。おお、綺麗な。おお、着きましたね。キャンプ場の方に到着です。
まあ桜も咲いてて綺麗ですよ。しかもはい、サイトの方決まりましたね。少しね傾斜があるんですが、まあ雨が降ったら水が流れてくるんでいいでしょう。しかもね桜の近くなんで眺めも最高です。さあ張ってきましょう。ちょっと斜めなの辛いけどね。あれ、めっちゃ急いでますね今。雨がねポツポツ降ってきてます。雨が本降りになる前に立てちゃいたいですね。もうね雨が本降りになってきたんでねカッパ切っちゃいました。あでもね桜に雨、またこの絵もいいもんですよ。桜の花が、ね、開いてきましたね。
優しいわ。この塩気がね、きっとね、この桜餅にはぴったりですよ。今日はね、雨なんで焚き火はやめて七輪にしましたね。あー、お腹空いてきました。もうね、早くご飯食べたい。はい、もうね、だいぶ日もね、暮れてきたんで、まだ明るいんですよね。でも日が落ちるのも遅くなりましたよね。でもね、お腹の方はもうね、ペコペコです。めちゃくちゃペコペコです。早速ね、ご飯の方作っていきたいと思いますね。美味しそう。今日はね、豚の角煮になります。しかもね、この豚の角煮、皮付きなんですよね。皮付き美味しいらしいですよ。私、皮付きの豚買ったの初めてですね。めちゃくちゃ楽しみにしてます。まずは、本当はね、最初に生姜とかと煮込むやつと、そして焼くやつがあったんですよね。焼くやつだと、なんかお肉がパサパサにならないって書いてたんですよね。だから煮込む方じゃなくて焼く方をやってみますね。まずは表面を焼いてね、カリッとさせるみたいです。そしてジューシーさをね、中に閉じ込めちゃいます。わあ、めっちゃうまそうですね。まだカリッと焼けてねえな。うまそう、うまそうですよ。めっちゃうまそう。よし、これぐらいでですね、よく焼きできました。表面だけはね、カリッと表面できちゃいましたよ。うまそう。まだね、この状態だときっと中生ですね。ここから煮込んできます。さあ、それではね、これね、煮込んで最初にね、水でね、生姜とこのネギの青いところでね、煮込むんだったんですけど、もう焼きの方を選んだんで、これ使えませんでしたね。今からはこれ、豚切って煮つけていきたいと思います。これね、肉をね、本当は薄くすればするほどお肉に味が染みやすいんですけど、ちょっと
大きめに切っていきますね。やっぱ大きめに食べたいじゃないですかね。うまそう。これ絶対うまいやつですよ。並べていこうか、ちゃんと綺麗にね。見てください、これ美味しそうでしょ。これがやわやわになると思ったらたまりませんね。それではね、まずはお酒入れて、お酒少々入れて、醤油入れて、醤油のドドドドドもっとね入れての、そしてみりんですね。みりんの方は少なめにって書いてましたね。みりんの方をね、入れすぎたら硬くなるらしいですよ。硬くなりやすくなるって言ってましたね。よし、これで煮込んでいって、あ、今かな、ザラメ。そしてザラメの方入れていきますね。よし、さあ火にかけていきますよ。よし、それではね、火の方に乗せときたいと思いますね。これでまた1時間ぐらい置いときますね。落とし蓋ないかな。さあ、スープ餃子のね、スープの方を作っておきますね。餃子はね、後で入れます。もう食べ出してから入れますね。それじゃないとブヨブヨになっちゃうから。スープの素、あ、切れへん、これスープの素の方入れていきますね。こんな濃いんや、これ案外濃い色してますね。え、味噌っぽい色してるけど、これさっぱり系じゃないの。味噌、水で薄まるから大丈夫なんですかね。そして水の方600入れていきます。600ってどんなもんかな。こんなもんかなどんどん入れてる。よし、 OK です。そして火をかけていきますね。あ、そうそう、わかめも入れておきましょう。お得用カットわかめもね、ちょっと入れておきますね。あ、ネギも追加してます。それとね、ここのキャンプ場、桜の方ライトアップされてるんですよね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。びっくり、来てみてね気づいたんですけど、めちゃくちゃ嬉しいですね。ライトアップは嬉しいです。よっしゃ、よし、確認の方もね、ちょっと見ていきます。おー、うまそうし、ほら見て、これだんだんね、ブルンブルンになってきてるんですよ。こうやって踊り出してますね。これがあとはね、これ煮詰めるだけになってます。さっきからね、水を何回も足してね、煮込んでました。この何もしなくてもね、このブルンブルンしてるのがいいですね。美味しそうな証です。あと少し煮詰めて出来上がりですね。うまそう。さあ、角煮の方ね、できたんで、ご飯の方ついでいきたいと思います。ああ、楽しい。やっぱね、角煮にはね、ご飯必須ですよね。よいしょ、よし、ちょっと待ってください、これ危ないですからね。熱い。おお、綺麗に今日も炊けてます。これほんと土鍋はね、簡単に
蒸らしもできるから、そのままほっといたらありがたいですね。うまそう。この土鍋ご飯がまた美味しいんですよ。これめちゃくちゃうまいの。よっしゃ、よし。そしてね、こちら水餃子の方もね、さっきからちょっと準備しておきました。餃子の方も入れておきましたね。うまそう、うまそうな香りしてます。めちゃくちゃうまそうです。よし、確認の方。おお、うまそう。もうね、めちゃくちゃ、ほら見てこれ、めちゃくちゃ美味しそうでしょこれ。やばい、いっちゃいますよこれ。どれかなあと、これかな。これも綺麗にできてますね。そしてここにね、白髪ネギの方乗せていきますね。うまそう、これ、これ、これをやりたかったのね。これちょっとお高いにお店でしか食べにしたかったやつ、私には。ちょっと待ってください。煮卵もね、こっちに乗せちゃいましょう。一旦煮卵をこちらに乗せちゃいます。あー、これなんかついてきちゃってる、おまけが。これよこれ、これ、これこれ、ご飯にかけて食いてー。よし。あとはね、こちらのハンバーグ焼きながら食べていきたいと思いますね。あー、もう今日は贅沢尽くしやん。これこのね、角煮が私ほぼほぼ食べれる嬉しい。それではね、ハンバーグの方も火にかけていきたいと思いますね。乗せとこ、乗せておきます。いい音してるわ。出しておきましょう。その間に食べてきますよ。それではね、揃ったんで食べていきたいと思いますね。いただきます、いただきます。よし、今日はね、ジンのソーダあるんで飲んでいきたいと思いますね。お疲れ様です、皆さん。お疲れ様です、見てもらってありがとうございますね。ああ、冷えてる。柑橘系の香りが美味しいですよ。それではね、ちょっとね、この角煮ちょっと大きいので、ちょっと切っていきたいと思いますね。切ってね、綺麗に食べたいんで。おお、柔らか、柔らかい、柔らかくなってるぞ、柔らかくなってるぞ、めちゃくちゃ。よし、こいつを白髪ネギでいただいちゃいますよ。これさあ、食べちゃいますよ。うん、うん、うまい、しみうま。ご飯はそこまでね、めちゃくちゃ柔らかいっていうわけじゃないですけどね、程よくね、ちょうどいいぐらいの柔らかさですね。私はこれは好きですね。めっちゃうまいですよ。味がやっぱうまいわ。しかも最高やわ。やっぱ皮付きいいのかなこれ。もう、うん、うめえ。めちゃくちゃご飯進みます。たまりませんね。うん、さあ、ハンバーグの方もね、
もうだいぶ焼けたんで、こいつに味付けしていきたいと思いますね。すき焼きのタレでね、照り焼きです。いい感じやわ、うまそう。この大葉がね、絶対うまいのよこれ。これに卵落としたいですね。このね、スープ餃子の方も食べていきたいと思いますよ。ほら、餃子の方も、ね、大きめなんですよ。あったまる。ちょっとね、やっぱ日が沈むとね、寒くなってきたんですよね。こういうあったかいもんがまたいいですよね。おいしそう、ワンタン。今日は幸せいっぱいです、ね。うめえ。っていうか角肉いて。さあ若鶏とね、しそのつくねの方食べていきますよ。こいつもうまそうでしょ。つくねね、よく居酒屋行って食べてましたね。つくねといえばね、温泉卵かな、卵がね乗っててね、それを割るのが大好きでした。それを絡ませて食べるのが美味しいのよ。あったかい。うまっ。これいい。このね、つくねちゃん、しその葉のアクセントがめちゃくちゃいいですね。しその葉のね、香りがね、食欲をまたね、かきたててくれますよ。これめっちゃうま。これに生卵絡めてみたい。うまい。この豚の角煮ね、ほんとスルスル食べれちゃいますよ。自分でも怖いぐらい。これはいいわ。ちょっとずつ食べてね、こうやってちょっと高級感を味わってますね。なかなかないから。さあそれではね、ワンちゃんたちのご飯焼いていきたいと思いますね。今日も豚軟骨になりますね。豚軟骨ね、ワンちゃんたち大好きですからね。これめちゃくちゃ好きなのよ。めちゃくちゃ油が出てますね。びっくりやわ。よし、よし、ゆずばつけ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 、ゆ
欲しいやな。待っとけ待っとけ待っとけってやるか。預け。ほらめっちゃがっついとる。二人ともめちゃくちゃがっついてますね。預け先輩預けすぎですよ。あら、ゆうちゃん食べたらもう
そくさと、そそくさと。ゆずばあさん、早いな。あと、すげえ食ったな、今日。ゆずがこっち見てる。ゆずばあさんがこっち見てる。ハリモグみたいだよ。ハリモグや。ゆずがハリモグになってる。懐かしすぎる。おいらはハリモグじゃ。ハリモグですか、ひじさん。かわいいわ、あの顔。あとはね、もう洗い物して寝るだけですね。寝床も作らなきゃ。あー眠たい。はい、お疲れ様でしたね。今日もね、いいキャンプになりました。桜がめちゃくちゃ綺麗でしたね。雨がね、久しぶりの雨でしたけどね。やっぱ久しぶりの雨はね、軽かったというよりね、景色がね、よりいいように見えましたね。雨が降っているね時の桜もまたいいもんですよね。そしてね、明日のチェックアウトがね、ここ5時なんですよ。5時、ありがたい。これ明日はね、もう遅くまでじゃないな、朝明けてもまだ寝てたいと思いますね。ゆっくり寝たいと思います。これありがたいわ。しかもね、ここの容量めちゃくちゃ安いですよ。びっくりな、びっくり価格です。はあ、幸せです。さあ早速ね、もう寝ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いつもコメントいいでありがとうございますね。それでは失礼しますね。おやすみなさいです。おやすみなさい。ああ、いいキャンプでした。明日はね、晴れますよね、きっとね。皆さんのね、晴れパワーをね、もらっちゃいます。オラに元気玉をくれー、晴れ玉をくれー。おやすみなさい。We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care.